超フィーチャーシルです。まさに元木の外の時間ですよ。あー外に出たなら運動だー。そうそうそうよ、そうそう。皆さん、カンジャム知ってます？あー神様、よこすぎた。あーフリスビー投げて黒いバケツみたいのに入れると得点が入るっていうゲームなんだけど、うん、それの別バージョンって結構やってきたじゃん、今まで。水の上に浮かべてやるやつとか、夜間できる光るカンジャムとか、うん、フリスビー重たくしたりとかね。今回なんだけど、今まではフリスビーだったのよ。そのディスクがディスクじゃなくなりました。やば、投げるものが変わってる。はい、こちらです。ファストブレイクフットボール。ファストブレイクフットボールというやつなんですけど、はい、フットボールです。今まではディスクだったのが、次はボールなわけ。みんな知ってる通り、あのレモンみたいなやつ、投げるときちょっとコツいるやつで、今日の使うボールこちらです。じゃん、お前持ってたんか。はい、こちらです。専用のこれフットボールなんだけど、少しちっちゃいと思う。ちょっとフットボール知らない人多いじゃん、多分、はい、うん、うん、俺も初めて。ルールがちょっとだけ難しいと思うんだ、初心者からすると。だからちょっと簡単にします。はい、はい、箱がこうやってあるんですよ。缶ジャムの缶だね。今回フットボール仕様になって少しだけ違うの。今回の缶はこれ。あ、なんかすぼんでるね。そう、ちょっとじゃあルールを説明します。はい、3対3でやんのよ。6人必要なんだけど、今日5人だから、うん、ディフェンスが1人減ります。まあ初心者だからその辺はいいでしょう。投げる人にディフェンスつく人、相手チームと自分のチーム入れて2人いるわけだ。中盤ライン取る人、それを守る人、これで全員含めて4人。残りの2人、ゴールのちょっと手前で取る人とディフェンスする人、これで全員で6人。クォーターバックとかって言い方するんだけど、投げる人、まあ司令塔みたいなもんよね。投げてダイレクトでヒューって投げて、向こうのゴールのここまたはここに入った場合6ポイント。こんな中入るわけないじゃん。投げればいや、諦めないで即勝ちじゃなくて、今回はポイントです。へぇ、クォーターバックがビューンって投げて、まあ入らず当たった場合、これが3点。レシーバーが持って繋いで繋いでゴール近辺に行って入れた場合、フロントから入れた場合2点。おぉ、2点、これ2点です。レシーバーが投げてここに入らずに缶に当たって外にこぼれた場合は1点です。あー、点数入んだね。でもなんか堅実だね。でも今回難しいのが、投げたは投げたでいいんだけど、レシーバーが取っちゃう場合とかもあるから、ダイレクトで入れるって結構むずいと思う。そうか、守りもあるからね。そう、ここにぴったりマークつけるのはなし。ゴールをずっと守るっていう当番の人はなし。付近でオフェンスを守るのはあり。こういうゴールがあるとさ、こうやってビターって守るやつこうやってダメだよってやるのはなし。オフェンスにだけディフェンスはついてください。はい、21点取ったら勝利です。うわ、レシーバーがヘイキャッチしたら、こっからは歩けない。ヘイって投げたら、こっからは動けない。なるほどね。レシーバーは取ったら大げさには動けないっていうのだけ覚えておいて。うん、オーケー。何ヤードゲインとかいろいろあるけど、うん、今回は細かいルールは抜きにして、パスで繋いで落としたらもう相手ボール、カットして落としても相手ボール、オーケー。うん、だから落としてしまったら攻守が入れ替わります。インターセプト、元木がオフェンスの場合に出して、これをディフェンスが取ったらこっからもオフェンススタート、うん、なるほどね。あ、うん、そっか、今回ついにゴールがあるから、そう、落とした場合はクォーターバックからにしよう。インターセプトの場合だけその場から始める。両チームのクォーターバック僕が一応やります、うん、マサイ・ンダホと元木ペケタンね。これ特殊すぎるから投げる練習しようか、うん、はい、よし、いいね、いいね。さあ今投げる練習をしています。投げる方も大事だけど、どっちかっていうと取る方が重視かな。さあ投げる練習をしております。はい、これなかなかドリルみたいにやるの難しいから ね、 ね。あ、うまい、うまい、あ、なるほど、痛そう。お、うまくね。いいね。子供だと思って。よし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 、ちょうだい。投げらんないまあそりゃそうだわ。パスパス。あ、せぐいよ。キラーパスだ。えい、えい、へい。お、うまい。あ、惜しい。早速試合に入りたいと思います。やったー。21点マッチですので、はい、気合い入れていきましょう。はい、はい、僕から投げる感じでスタートします。 OK、 はい、では試合を始めます。おい、開始。え、ダホでかっ。これ動いていいんじゃない。うん、うまい、うまい、
うまーい、うまーい、守れんかった、シェッハッハッ、あーでかすぎるこいつ、取った、うまい、あーあーあー、怒った怒った、シェッハッハッ、うわっ、得点王、ランニングバックランニングはできないけどはい、取った取った、お、いいねいいね、着実に、お、取った息が合わねえいやね、お前にパスっす、あちょっと惜しかったんじゃない、ちょっと惜しかった、うん、よかったよかった、あごめんね、グローブだったら取れてた、グローブだったら取れてた、せっ、はっはっは、惜しい、え、そんなのありお、うまい、あー、惜しい、ちょっと狙った、今4対0だね、はい、はっ、いいキャッチ、1点ですね、1点、おー、ナイスか、いいねいいね、すげー、うわ、やば、すげー、うわ、やば、マジか、え、うまい、うまい、やった、これはやばい、このクォーターバック優秀だな、やるな、7対2だな、うまい、おちゃんと決めてくる、ちゃんと決めてくる、うまい、あー入った、はつないだ、うまい、うまい、あ、ちょっと上手くね、ナイカーズ、バカさん、うまい、速攻がバカ速い、よし、ナイス、うまい、あいつインターセプト、インターセプト、あー、あたい、あー、今のはいい、今のはいい、インターセプト不正だ、いいバサー、まあ読みすった、あいいね、取った、1点、あー、おっしゃー、うまっ、さあ、よし、1点、着実に1点、やべ、今の1点のほとんど全部使ったよし、取った、また決めたぞ、いいね、いいね、ナイス、あー、
今この下に当たったので1点です。よっ、マジか。こんなにうまく決まると。そういうことは、そういうこと。高い、エコだね。いいね、いいパス。あー、落とした。アテンプされた。あれ、よいしょ、よいしょ、惜しい、惜しい、はっ、うまい、あー、やばい、いけー、勝者ペケと元木チーム、見事に21点取り切りました。いや、サイレントが昼うわ危ねえな、お前バカ動画見てくれてありがとう。ツイッターやセカンダリもぜひフォローしてみてね。いろんな活動もしてますので、チャンネル登録よろしく。せーの、アデュー。